以上君日本新の康のでございますあの今日はデジタル法ということですので、あのしっかりご質問したいと思いますが、ちょっとその前に、ね、一言申し述べたいんですが、あの報道等を拝見すると、あの例の,あの重要土地等調査法案ですね、まあ、安保を土地等法案、あの公明党との調整が大変難航していると報道されてまして、大変危惧をしています。 あの我が党はです、ね、かねがね、えー事前、事前届けでだけではなくて、事前審査も含めて、えー、有効性の高い、えー、土地取引、えー、規制法案をです、ね、用意をして国会にも出しております。で今回の自民党の法案はあ、自民党の案ですね、報道されている限り、 自民党の案は、私たちからすれば、えーまあ、ちょっと,とすぎ、穏当と,というか、そのモデレートすぎるというかです、ね、これでは事前届出だけですからこそれで、これでその法の趣旨をエンフォースしきれるのかということで、大変あの、えー、不十分なものだと思ってますが、まああ、だいぶ時間がかかってますから、一歩前進ということで、 一定の理解をしてきたわけでありますが、これ以上交代するようなことがあったら、これも大変なことになります、国民の生命と財産を守るために必要な法制ですから、公明党、必要以上に時間をですね引き延ばすのではなくて、まさにそんなことをしてたら、の何のために責任政党としてやってきたのかわからないと言われますから、公明党には改めてえ考えて、 いいただいてです、ね、16日の閣議決定目指して、まあ、それはもう無理かな、しっかりと対応していただくよう、公明党の関係者にはお願いをしておきたいと思います。まあ、そもそも公明党、最近ちょっと調子悪いですね、あの私の地元でもですね、憲政史上初めて、地方自治法に基づく委員会から維新の会を排除するとか、もうとんでもない暴挙をして、公明党大阪府代表はです、ね、いや、問題ないと。 言ってて私に公言してはばからないもう、あの最近、よく行政が歪んでるとかいう議論がされてますが、政治はその根本でありますから、政治が歪むようなことがないように、えー、公明党には全省をお願いしておきます。さてあの、デジタル法案でございますが、えー、この法案がこういう形で審議入りしたことを大変喜ばしく思っております。私は金がね、デジタルについては、まさに今回、 平井大臣に中心ですね、やってこられたお仕事については、もう10年前から必要だということを申し上げた立場ですので、大変高く評価をしています。ところが、いくら平井大臣が旗を振っても、関係省庁が動かなければこれ、動きません。まあ、総理のイニシアティブを期待しているところでありますが、先日、本会議で菅総理に在留カードの問題を取り上げたらですね、総理の方から、 在留管理のあり方については、マイナンバーカードの利用も含め、幅広く検討してきたが、在、ね、留カードの有、在留カードが有用であることなどを踏まえ、対応する必要がある、おかしいですね、えーあほほあの、ありがとうございます。おかしいでしょ本当は思ってるでしょそういうふういふに <laughs> やりましょうこれね、なこれね、えーと、こういうものを、実はなぜ私がこれにこだわるかというと、法律に書いてあるからです、入管法を改正したときに、私たちが入管法に賛成をするための大前提として、マイナンバーカードをちゃんと使おうねと、そういうことについて検討規定を法律を改正して出たんですよ。法律を改正してから2年以上。 法務省どうなっていますか法務大臣政務官野田紀美君,君お答えいたします在留カードとマイナンバーカードの一体化については委員御指摘のとおり平成30年12月以降 タススクフォース等においてて検討を重ねてきたところです両制度はそれぞれ趣旨、目的が異なっていることから、2つのカードの一体化の検討にあたっては、在留カードの県面の記載事項や、常時携帯義務に関する問題などの諸課題の検討に時間を要しておりました。具体的には、在留カードの県面には、在留資格、在留期間、就労制限の有無などの記載があって、一体化した場合にそれらの情報をどのように確認をするのか、また、在留カード常時携帯義務がありますので、この点について、マイナンバーカードとの 関係をどのように整理するのかさらに一体化カードについて法務省と市町村との連携をどのようにするのかなど制度運用の両面から関係省庁間で幅広く検討しております法務省としましてはこうした状況を踏まえ両カードの一体化について引き続き関係省庁と連携し本年中に結論を得て 令和7年度中に円滑に交付を開始することができるよう、法改正やシステム開発等必要な措置につき、必要な措置につき、必要な措置につき、検討を進めてまいりたいと思っております以上、安達君あの、制度というのは、今の制度と比べて改善するならやらなあかんのですよ。で今の制度、どうなってますか、在留カード、一体何百万枚偽造されてるんですか。小野さん分かってますよね あれだけ組織的に偽造されて、流通している、その流通偽造されているその在留カードの県面を確認して、何の意味があるんですか、価値ゼロですよ、それだったら、ね、ちゃんとだって、スマホでアプリ一つでピッと、県面見ることできますよね、ね平井大臣、もうあのご答弁求めませんよ、う平井大臣からしたら、アホかと、早くやれと。 アホですよ本当、だって、スマホでピッチ打ったら、懸面が見えるんでしょ、懸命なんかなくても、偽造されるような懸命じゃなくて、マイナン、健康保険証はマイナンバーカードでできるように今月からなってるんだから、なぜ厚生労働省でさえできることが小野田政務官にできないんですか。恥ずかしいと思わないちょっとあの年内検討するって言うけど マイナンバーカードで代用あの代わりにして、ね、それを義務あの常時携帯義務化する方向でやると、決意表明してください小野田法務大臣向挙の方向性、方向性先ほども最後の方にご答弁させていただいたんですけれども、令和7年度中に円滑に広報を開始す,することができるように、前向きに検討を各省庁と重ねております。す君 いやもう前向きにお願いしますよ、一体何年かかってるんだと、その間に改正入管法でどんどんね、まあ、今、コロナがある,あるけど、外国人入れるっていうことになってるわけですよ、だからあのこれはもう、小野田政務官のもうあのプロジェクトにして、小野田プロジェクトにして、これできなかったらもうね、もうなんかどう,どうっていうことはないけど、<laughs> 頼みますよ、本当に。 これができないと思う、なんかこうデジタル関連、デジタル改革関連法案の審議に入れないと思って、本会議でも総理に聞いたし、前向きね、前向きにお願いします。あのひらえー、と平井大臣、あのえー、もう一つ私が入り口で、えー、これも本会議で、えー、菅総理にも伺いましたが、えー まあ繰り返しで申し訳ありませんが、預貯金口座のひも付け義務かね、いろいろ党内でもいろんな意見があったということですが、私がわからないのは、反対を主張される方がまあこの中にもいらっしゃるんでしょう、与党に。反対される方の,そのロジックがわかんないんですね、なんか理屈と理屈で調整したらいいと思うんですけど、反対される方の理屈がわかんないもんだから、何を躊躇しているのかわからない。 ちょっとあのなんかご紹介いただけることはないでしょうか平井大臣私も地方のいろんな会合で、皆さんの意見を聞いてると、必ずこの意見が出てくるんですね、で結局その、明確な理由とか根拠はないんだけど、反対という方々が多いですで、やっぱりそれはなんとなく心配っていうようなことで、まあ、そういう意味で、その えー、資産状況を一元的に把握できるようになるとか、口座情報が漏えいするリスクが高まるとか、であのこれ、誤解なんですけれども、この誤解をわれわれまだ払拭できていないんだなと、まあ、そ,のそう思います、まあ、そういう意味で、これからです、ね、その丁寧な広報とか、まあ、先生の発言が非常に大きいので、影響力が、まあ、どんどん誤解を解いていくということが今、必要ではないかと思います以上。足立君。 本当に、ね、この誤解をひら広めてきたのは共産党でありましてねあの、例えばあの例のマイナンバーカードの,あの袋、マイナンバーカードの袋あるでしょ、袋にこの目隠しが貼り付いている、あれは意味ないわけです。しかし、国会対策で、国会でうまく法案を通してもらうために、忖度をする、あの役所が忖度するのは、ね、菅総理じゃないんです、共産党なんです。国,対国会対策 自民党の国体という立派な組織、国体って何やるか、野党と取引するわけですよ。円滑に国会審議をやってもらうために。だから私が危惧するのは、菅総理への忖度安倍総理前総理への忖度じゃないんです。共産党や立憲民主党がしょうもないことを言うことに対して、忖度をしすぎるとよくない。もうさっきの,あの重要土地法案なんて、公明党なんかもう、あの言うこと聞かなくていいですよ、そういうことは。と。 まあ与党である私たちは常々思っているということを申し上げておきたいと思います。あの今、大臣からおっしゃった、まあ、合理的な理由がどうも思い当たらないということですので、私たちはやはり預貯金口座、すべての預貯金口座のマイナンバー紐付け義務化、これを引き続き訴えてまいりたいと思います。もう一つ大臣にに伺いたいたたのはあの後藤あの国民民主党じゃなくて立憲民主主党党移られた 後藤,さん後藤さんも国民民主党のときはね、いい感じでやってらっしゃったんですけど、立憲民主党に移って、なんか立憲っぽくなっちゃいましたが、まあまあ、大事な指摘もあるあ、条文をですね一つ一つあの指摘されることはあの大事だと思いますが、もっと国会ですから、細かいことは行政官にしっかりと詰めていただく、その上で政治家としてやっぱり議論すべきは、デジタル 改革のビジョンですよでそのときに、まあ、2つあります、1つは、今回のデジタル改革法関連法案が、そのデジタル社会をつくっていく上での基礎としては、1つのパッケージとして完結しているのか、本当は平井大臣の頭にはもう2回も3回もあるんだけど、とりあえず時間がないから1回だけ今回は出しましたということであれば、2回、3回がどうなっているか知りたいと、そのへん、いかがでしょうか。 平井大臣、あのこのデジタル化っていうのはもう終わりがないと思うんですよね。だからデジタルトランスフォーメーションというのもこれでよしという時点はなく、永久に常に何かを変え続けなきゃいけないっていうまあ決意をするということだと思います。であのこの法案を通していただいてですね、まあこれからそのまあ AI とか自動運転、リモートブロックチェーンなどの技術の進展社会への 浸透はこのコロナでスピードが10倍ぐらいに上がってます、したがって、現時点では想定できないような課題も現れてくるということをもうすでにわれわれは織り込み済みですので、ここはもう柔軟に対応していく以外にないというふうに考えておりまして、あのデジタル庁はスタートさせますけれども、要するに、これも変化に対応できる。 いわばそのアジアイルガバナンスに近い組織にしとかないと、要するに役に立たない組織になってしまうんだろうというふうに思います。ですから、委員のおっしゃるとおりに、2段、3段というのは、もう当然やり続けることがデジタルトランスフォーメーションだと感じておりま朝内君。ありがとうございます。あの私は私私ももそうう思いいまますのであののでたたたちちし、えー、しっかり、ね、私たちの案というのをまた出しながら 共にデジタル社会、作り上げていきたい、と思います。最後、あと10分かけてです、ね、やりたいテーマは、その一つのアイテムで、私は一番難度が高い、一番難度が高いと思っているけど、これができたら社会は変わる、こう思っているアイテムの一つが歳入庁です。で、再入庁は民主党政権のときにも、ね、なんかご大臣会合とかって、一生懸命やってました。 ところがあの、せっかくそういう大事なことを言ってたのに、野党に落ちるともう何も言わなくなるね、もったいない。私たちは、歳入庁は決闘のときから言ってるわけですね。ただ、かつてのような歳入庁構想はもういりません。だってマイナンバーが入ればですね、もうそのバックオフィスでバーチャル歳入庁ができるわけですから、その省庁の垣根なんてあってなきようなものになっていく。 わけでありまして、私はバーチャル再入庁っていうのはもう実現して当たり前だと思ってるんです。今日はあの財務省あ伊藤さんあありがとうございます。あ公明党いあのいい人もいるんですけどね。あの伊藤副,副大臣には期待をいたしておりますが、えっとどうですかこの。 社保庁のことあんまり好きじゃないあの年金機構のことあんまり好きじゃないと思うんですけど、えー、しっかりその連携していくあの多少進めていただいていると思いますがどんな感じかご紹介をください。え戸財務副大臣。ありがとうございます。えー、税や社会保険料の徴収に当たってはデジタル技術を活用した。 関係機関による情報連携等によりまして、効率的、効果的に行うことは当然重要だと考えております。これまで2015年6月に求めたアクションプログラムを踏まえまして、国税庁と厚生労働省との間で情報ネットワークを整備をし、法人情報を共有するなどの取り組みを行ってきているところであり、引き続きこうした連携を強化をしてまいりたいと考えておりまい、えー、ちょっとよく分かった、安達君。 厚労省から大隈、ああ、大隈、ああ、政務官にもお用意いただいてます。あの、いつも辻元さんと。頑張っていただいてて、ありがとうございます。あの、維新の会が、あの、支部長ちゃんと立ててますので、応援はできませんが。あの、共に頑張りたいと思います。厚労省から見ると、どうなってますか?。大隈、厚生労働大臣政務官。 お答えいたしますあの委員ご指摘のとおり、あの関係省庁間でまあ連携していくというのは非常に大事でございまして、今あの、伊藤副大臣の方からもお話がありましたように、えー、厚生年金の、えー、事業所のまあ情報ですとか、あるいは大体いい、えー、保険料の徴収がです、ね、なかなか悪質な滞納される方がおられて、まあ、そういう方をです、ね、国税庁に滞納処分の権限を委託するですとか。 あるいはあのマイナンバー、マイナポータルを通じまして、まあ、コロナの時代ですから、えー、例えばそのワンストップで、でオンラインでさまざまな手続きができると、まあ、そういうようなこともです、ね、しっかり進めて、えー、厚労省でもできると、えー、足立委員にご評価いただけるように、しっかりとまた頑張っていきたいと思います足立君あの。もう少しやりたいんですけど、あの民主党政権のときのご大臣会合のときの議論、これはちゃんと見といてねということを申し上げました。 大熊政務官、その結局、いや、ちょっとやってるよということなんだけど、あるいは悪質なものについては国税にも委託をして、助けてもらってるということなんだけども、マイナンバーっていうのは、まさに税と社会保険と、このまあ組織の垣根が事実上な、な,なくならせることができるわけですよ。で、そういうバーチャル参入庁を目指して、これからも連携を深めていくんですかそれか。 どういうい方向なんですか私はバーチャル参入庁、今日いらっしゃってる伊藤副大臣と、ね、まあ今日は内閣委員会だからこうなってますが、また予算委員会でね、えー、大臣には質問したいと思いますが、えー、伊藤副大臣と大熊政務官がちゃんと話し合えばです、ね、本格的なバーチャル参入庁っていうのができると思うんだけど、なんかその熱意が全く伝わってこない。財務省は嫌がるんですよ。 知ってますよね、ご存知ですよね。だからこれは大隈さんから伊藤さんにやろうよと、選挙も一緒にやってるじゃないという,ふうにちょっとお願いします。大隈厚生労働大臣政務官、お答えいたします。あのまあ歳入庁の議論というのは過去にまあいろいろありましたけれども、例えばあのまあ税の面で言いますと、まあ所得を得てまあ納税をされる。 一方、年金とかなりますと、例えば退職をされて、あまり納税という点ではで、されていない方もおられる、そういう点でのまあ整合性があったり、あるいはそのまあ再入庁となりますと、例えば今、年金を扱っている事務の部分が、あ今あ、公ではないわけですから、そこのところ、またこのまあ公務員に戻すかどうかという議論はあるんですけれども、いずれにしてもあのご指摘のように、しっかりと省庁間で,ですね連携して、 え効率を追求していくということに関してはあの変われないと思いますので、しっかりとやっていきたいと思います委員長、君あの今、大熊さんがおっしゃったのはですね、まさに再入庁が必要な理由なんです、まさに税は税、それから社会保険社会保険,社会保険、えー、それからなんだあの、生活保護は生活保護っていって、全部バラバラにやってるから、コロナのときにみんなよく分かんなくなっちゃったわけだ。 で先日、予算委員会で麻生、えー、財務大臣に、副総理財務大臣に、国税庁が、あ伊藤さん、ご存じですよね、この間、私は、えー、申し上げたらその、要は国税庁はマイナンバーと法人番号で仕事すりゃいいのに、整理番号っていうのがあったわけだ、でその整理番号はなくしていくわけですね。あそれはご存じあんまりご存じないない。ちょ予算委員会見といてよ、ちょっと。ね <laughs> だから整理番号をもなくすとおっしゃいました。え、何年かな、ちょっと事務方わかるわかる人いるよね、事務方いない。だからさ、その整理番号をなくすプロセスがこれから2、3年続くわけです、作業。その作業の中で改めて、社会保険との,その,あの一体化というかね、まさに歳入庁が目指しているような、 徴収の効率化とか、そういうものについて、改めてしっかりと、単に、単に整理番号をなくすということだけじゃなくて、より積極的に社会保険との調整、やっていくということで、ちょっとここはもう公明党の根性を見せていただいて、お願いしますちょっと公明党にこだわってて恐縮ですけど、伊藤財務副大臣。 あのちょっと先生の意に沿わない答弁になるかもしれませんが、少しあのもう一回、今までの議論だけご報告させていただきますと、<え>ご存じのとおりかと思いますが、はい、これあの、かつて麻生大臣も答弁されてますけれども、いわゆる2013年の検討チームのまあ論点整理でですね、今、まあ、今日はバーチャル採入帳というふうにお話をいただいていますが、もそもそもそのときの目的の一つがですね、 年金の保険料の納付率向上等の課題が解決する、解決することを考えて、そういう議論があったんですが、そのときの検討チームの結論は、そういうことが解決するものではないというまあ結論に至っておることはご存じかと思います。あそうですか、そういうふうになっているじゃあちょっと紹介させてもらいますとね、ああああ具体的には現在、まあ、先ほど、厚労省からも答弁ありましたけれども、 非公務員が行っている年金業も公務員におこさ、ね、行わせることになり、いくらバーチャルになっても、最終的に調収は人間がやりますからね、しばらくは。要するに、その公務員にこさ行わせることにより、行政改革の取り組みにまあ逆行をすること、年金保険料は負担と給付が結びついている点で、税と基本的な性格が異なっており、 同一の滞納者に対して同時に納付の接種を行うのは実務上混乱が生じることなどがあって、そもそも適当じゃない、つまり、聴収業務は先生がこう構想されているバーチャルになっても、最終的に、 聴取業務のととこころでううういいい課題があるという結論に至っていますでその上で、先ほど来、答弁しておりますとおり、徴収体制の強化に向けたアクションプラグルムを踏まえまして、国税庁からの情報提供に基づいた日本年金機構による厚生年金適用対策の強化や、国税庁への強制徴収の委任の強化などの連携強化を進めて、 引き続き続こうした取り組みも推進してまいりたい、つまり、それぞれの得意分野を生かしながらです、ね、その本来の目的である納付率の向上ということは、ぜひとも進めていきたいという結論に至っているということで、ご理解いただければと思います。では<上>、じゃあ整理番号を廃止することとはもう関係ないということですね、ちょっと一応言ってください。伊藤財務副大臣 はい、あの令和8年から徐々に成立していくということですけれども、それと、このいわゆる当時の歳入庁構想の根本的な目的であったこととはです、ね、少し関係がああ少し違うのではないかというふうに理解しておりますあのあのここであのまさにマイナンバーというかデジタルについて議論するときは、まさに何をやってもまあこういう、われわれが思っていることとまあ財務省が思っていることはまあ違うということが明らかになりますで。それはいいことです、立場が違うんだから。 与党と野党だからね、それはいいと思うんだけど。あの、私はせっかく整理番号をなくすんだから。ね、さっきのそのなんか人事の問題とか、結局。あの、あのそういうリアルワールドのこれまでの経緯が。あの、ひっぱ、あの、要は、ど、尻尾が胴体を振り回すみたいなことに。私はなってると思うんで、あの、ぜひやる必要があると思います。あの。平井大臣。まあ、そのデジタルとか、マイナンバーとか、そういうことで言うとね。それは、あの。 これは政策判断で別にその制度上あのそういう両者を融合させていくことに何かデジタル面で課題があるわけではないですね。はい、平井大臣、あのマイナンバー制度等をこの活用して既存の組織間で業務に必要なリソースをあの相互に活用できるようになったらまああの新しい組織を作ることなくですね。 効率的で利便性の高い行政サービスの提供が可能になるというのは、まあ、先生と全く同じ意見です。でその上で、これはもうあの、所管省庁で検討をさ,してされるものと承知してますがあの、そのような制度においてマイナンバーの利用が必要となる場合には、その番号法の改正とシステム改修等が必要になりますが、 仕組みとしてはマイナンバーの利用は全く問題なく可能だと考えています。以上、ありがとうございます。あの時間が来ましたので終わりますが、あのこれからもいい公明党は応援し、悪い公明党とは戦う、そう宣言して、えー、質問あります。ありがとうございます。次に高井高井。